あれ。ゼロマンに。あれ。フェンシングに興味を持っていただきありがとうございます。フェンシングを始めるにはフェンシングがどんなスポーツか一度体験してみてください。フェンシングは主に中学、高校、大学の部活やそれぞれの町にあるフェンシングスクールで体験できます。スクールの情報はフェンシング協会公式サイトに載っていますのでそこを参考にしてください。これからフェンシングの体験練習会の様子をご紹介いたします。小屋くん、こんにちは。こんにちは。お名前を教えてください。佐藤小屋です。なんで興味を持ってフェンシングを何でやってみようと思いましたか？それでやって楽しかったからやりたかった。どうもようこそおいでくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。フェンシングは誰にでも楽しめる格闘技なんです。やはり騎士道の精神なんですね。ですから家庭、ファミリーですね、まあ、ヨーロッパでいうと亀、家の名前ですね。それとあと女性を大切にする、もともとはここなんですね。だから紳士でなければいけないんです。ヨーロッパではフェンシングやってるというだけでやっぱりさすがに見方が違いますね。フェンシングって3種目ございますよね。もちろん公約の小さいから最初はフルーレというものをやります。でも今度長寿できてエペをやりたい、エペという種目をやりたい、切り合うサーブルという種目をやりたい。楽しんでください。ありがとうございます。ありがとう。これはね、フルーレっていう種目、フルーレ楽しむ、こういう人たちが楽しむ種目だよ。その他にエペとサーブルあるけど、普通に持ってごらん、隙間がちょっとある、これで十分。ほう、じゃん。これマスク。じゃあこれちょっとかぶってみようか。後ろからかぶって、顎入れて上向け。そうそう。必ずね、剣を使うスポーツだから、ちゃんとした道具をつけないといけないの。ってみんな。そうすると、だからフェンシングは家、安全なんですよ。まだ。素晴らしいね。かっこよすぎ。あ、で、か、か、エルポザケイ。お、タイム直った。もう一回。スタンド直せて。でしょ。ファン、ファン、ファン、ファン。こんな近くになったの。こんな近くファンの人。サビエ。手元のまま動いてみるの。つま先、背筋、目線、手回し、回し、キャレイの音楽、キャレイ。あ、出るね。今日の練習どうでしたか？楽しかった。何が楽しかった？勝ったから良かったね。勝つと楽しい？また頑張ってください。はい。ありがとうございました。